ぷぬぬだよ。皆さんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今回はですね、じゃじゃん、こちらのマーク X のリフレッシュ計画の第1弾ということで、マーク X のエアコン掃除をしていきたいと思います。で、私は今どこに来てるかというと、じゃじゃん、千葉県流山市にある宇佐美流山街道にお邪魔してます。で、以前は出張でクラウンのエアコン掃除していただいたんですけど、今回はこのガソリンスタンドでしていただきたいと思います。今回はですね、またクリーンデバイスの中村さんにこちらのマーク X きれいにしていただきたいと思います。それでは中村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。クリーンデバイステクノロジーの中村と申します。お世話になります。よろしくお願いします。前回クラウンいかがでした？すごい良かったです。もう匂いとかも全然気にならないですし、もうこの時期なんでエアコンの効きとかも早くなった気がして快適に過ごしております。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもかなり汚いので、10年前、だいたい10年ぐらい前の車で、もう匂いとホコリとちょっととんでもないので、ぜひ綺麗にしていただければと思います。ですね、しっかりとまた施工させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではレッツゴー。それでは早速空気の洗車屋さんのエアコン掃除を頼んでいきたいと思います。本日はご来店ありがとうございます。ありがとうございます、はい。メニューの説明になるんですけど、今回やってもらうのがこちらのドクターバズーカ洗浄のものになるんですけども、エバポレーター洗浄って書いてあるものなんですけども、エアコンの本体内部の方まで全部洗浄する作業になります。こちらは、職人さんが直接ここに来ていただいて、で中までしっかり洗浄してくれるというメニューになりますね。ちょっと質問なんですけど、例えばここの店舗で受付して、で施工するのは自宅とか職場とかっていうのもできるんですか？はい、大丈夫です。あ、そうなんですね。はい、ここの店舗に一度来ていただいて、受付とあとお会計を先にしていただくような形になるんですけども、それが終わりましたら、この職人さんが実際ご指定いただいた場所に行って作業してくれるようになるので、そこはご安心ください。はい、分かりました。あと、あの全国の宇佐美さんのガソリンスタンドでやってるんですか？こちらは、これがですね、今は現状としては千葉県、茨城県とあと九州の宇佐美が受付の店舗になっているので、その中でご自宅から近い店舗を宇佐美の中で探してもらって、そこに問い合わせいただければ、出張自体は全国どこでもできるので、受付だけは千葉、茨城とあとは九州の中から探していただく形になります。千葉、茨城、九州ですね。そうです。分かりました。ありがとうございます。近くに住んでいらっしゃる方はぜひ一度宇佐美さんの方に来ていただければと思います。じゃあ行きます。おお、臭い。なんかすごいカビっぽい匂いがするっていうのと、なんかホコリも一緒になんか舞ってる気がします。なので、いつもこの車乗るときはちょっとマスクしないと、私は鼻がムズムズしちゃって仕方がないです。前のオーナーさんがもうめちゃくちゃヘビースモーカーで、結構タバコの匂いというか、もう染みついてる感じがします、エアコンの中に。快適にドライブできるのがすごい楽しみです。やばいですね。これはやばくないですか？やばい。ゴミがすごい。ゴミとホコリと。これは通常のフィルターよりちょっと黄ばんでる感じはするんですけど、やっぱりヤニとかですかね。そうですね。あとホコリとかも凄まじいですね。凄まじい。で、これは中村さんが見てきたフィルターの中で、いや、もうトップクラスですね。かなりやばいですね。はい。やばい。トップクラスいただきました。はい。空気の洗車屋さんにエアコン掃除を頼む際は、新品の新しいフィルターは自分で用意していただく形になります。今日ガソリンスタンドで施工していただいているので、ガソリンスタンドの店員さんにちょっとサイズが合うやつがあったので買うことができました。初めて買う方なんかはどれが合うかとかちょっとわからないと思うので、そういったところもガソリンスタンドで施工する際は店員さんに相談できたりするので、とても安心かと思います。中村さん、この部品は何ですか？はい、これはブロワーファンと言いまして、これでモーターが回って、風を起こして、エアコンの送風される部品になっておりますので、跳ねたらごめんなさい。おー、きったな。
すでに汚い水が出てますね。すごいですね。やばい。もう全然色が違いますね、ここ。今回のお車はかなりの手強さを感じてます。強敵です。強敵ですね。フランの時は若干、このブラーファンの時は色がつくかなぐらいでしたもんね。はい、もうこうがっつり色ついちゃってますもんね。うわ、全然違う。はい、ここまで綺麗になりました。すごい。ブラーファン洗っただけでこんな汚い水が出てきました。めちゃくちゃ汚いですよね。なのでこっちのエアコンの方ですね、洗うとどんな汚れになるのかとっても楽しみです。空気の洗車屋さんはエアコンのまたさらに奥にあるエバポレーターという部分があるんですけど、そこに直接洗浄する特許技術を取得してます。その方法としてこのタブレットを使います。タブレットにエバポレーターが映し出されるので、それで確認しながら洗っていきます。でこれが今マーク X のエバポレーターの映像なんですけど、この辺とかやばいですよね。なんかホコリみたいな、サビみたいな、ちょっとよくわからない汚れがこの辺とか、あ、ここもやばいですね。まあ、これもね、このタブレットの映像が洗車したらどのぐらい綺麗になるのかっていうのが楽しみです。じゃあこれから実際に中村さんが先ほどのタブレット見ながらエバポレーターを洗浄してくれます。まずは洗剤をバーってかけていきます。おお。入るところが、はい、わー、すごいすごいすごい、全然違う。一瞬で綺麗になった。全然色が違う、さっきと。今回はガソリンスタンドで施工していただいているので、こういう感じで特別にリフトに乗せていただいて施工していただいてます。でこんな感じでもう排水が出てるのが丸見えです。じゃあ、 洗剤を流した排水を取り出してみます。はいはい、よいしょ。やばいやばいやばい。うわ、黒い。黒、黒の時と全然違いますね。うわ、うわ、やばい。え、これを吸っていたんですか、私は。すごい。やば。これは一体何が入ってるんですか。そうですね、はい、やはりエバポレーターなので知ってるところなので、うん、もちろんカビや菌入ってると思うのと、はい、まあ、もちろん長年蓄積したホコリとかも入ってると思いますね。はいはい、やばいな、こりゃもう人体にも影響があるんじゃないかと。いや、本当に悪影響ですよ。はい、これはもうダメだ。だいぶ綺麗になりました。ありがとうございます。はい、じゃあまずこれ1回目のすすぎのですね。はい。はい、いやーすごい。1回目のあの洗浄のやつと比べるとだいぶ白いですよ、ね、そうですね。だいぶ綺麗になりましたけれども、はい、あとはこれを我々としては排水が透明になるまですすぎますので、はいはい、次からもうおかわりで、おかわりすすぎたいと思います。はい、ありがとうございます。こんな感じで空気の洗車屋さんはこの排水が透明になるまでしっかり洗浄してくれます。でその辺もすごく安心できますよね。はい、これが洗剤で洗った時のお水で、こっちが1回目のしすぎのお水です。全然違いますよね。もうこれが汚すぎてやばいんですけど、だいぶ綺麗になった感じがします。んですけど、このすすいだお水が透明になるまでだいたい 2,3 回ぐらいおかわりして今も洗浄してくださってます。では続いて2回目のすすぎのお水です。よいしょ。おー、すごい。でもこれで大丈夫じゃないですか。だいぶ綺麗になりましたけど、ほぼ透明ですね。はい、
念のために、はい、あと1回だけ使わせていただきます、いいんですか。はい、やらせていただきます。すごい、もう素人から見たらほぼ透明なのに、いや、めっちゃ綺麗になりましたね。いや、素晴らしいです。見てください、これが洗浄が終わって綺麗になったエボパレーターの様子です。めちゃくちゃ違いますよね。もうこの縁ぐらいに茶色いのこびりついてましたもんね、最初、はい、高圧洗浄でフィンの中までしっかり洗えてると思います、はい、すごい、うん、でバッチリじゃないかと思います。バッチリですね、ありがとうございます。わー、もう何にも色がないですね。あ、いいですね。わー、すごい、こんなにクリアな感じになるなんて、あんな黒いのが。そうですね、すごいです。これでスッキリしたんじゃないかと思います、はい、ありがとうございます。これでエバポレーターの洗浄が終わったんですけど、次はモクモクマックス君の出番ですね、はい、ご存知モクモクマックスの出番になります、はいはい、こちらはエアコンのダクト内の除菌消臭を行いますので、はいはい、いつも通りの絵が見られると思います、はい、あ、そうですね、モクモクじゃあこんな感じで前席のエアコン、ここと真ん中と運転席の3つからもう全部煙が出てます。なので最後仕上げとしてエアコンのダクト内の洗浄もしていただけるのですごくいいですよね。この作業をすることによってエアコンの内部とあとダクト、もう全てエアコンの内部まで掃除することができます。皆さん大変です、事件が起きてます。マーク X のエアコンから煙が出てます。これは何でしょうか、故障かな笑ってごまかす。いや、でもいつ見ても素晴らしい景色だ。いや、本当にね、よいしょ、本当にね、このエアコンめちゃくちゃ臭かったんで、もうあのエバポレーターも洗浄していただいたし、このエアコンの内部の方までしっかりと洗浄していただいたので、これでもあのカビ臭さだったりとか、あとちょっと嫌に臭い感じとかも全部綺麗になればと思います。それではこれからフィルターを新しいのに変えていただけるんですね。そうですね、はい、先ほどのこの残念な残念なフィルターからこちらの新品のフィルターに入れ替えさせていただきたいと思います。はい、お願いします。ですね、はい、これで全て作業は完了となります。ありがとうございました。ありがとうございます。あと一番本当嫌なのがエンジンつけた時にエアコンがめちゃめちゃ臭いんですよね。なのでそういうのとかもどうにかしたいなと思います。楽しみ。お、EC カードが挿入されています。え、全然しないんだけど、あのカビ臭い感じが。え、全然しない、すごい。なんかこのマーク X のエアコンってちょっと風量が弱い気がしたんですよね。なんですけどしっかり風量が出てる気がします。結構強めに出てる。多分今までフィルターが詰まりすぎて風が多分送られてきてなかったのかもしれないです。いや、全然違うんだけど。いや、全然違う。なんか、いや、本当にすごい。なんか不快感が全然ないですし、クリアな空気が送られてきてる感じがすごく伝わります。で、あの紹介動画でも言ったと思うんですけど、前のオーナーさんが芳香剤めちゃくちゃ置いてて、すっごいその匂いが臭かったんですけど、それもなくなりました。ほとんど気にならないぐらいクリアな空気になったので、すごいです。もうカビ臭さとか全然ないですし、最初はエアコン掃除する前はあんまりこう風が顔に当たるのすごい嫌だったんですよ、ちょっと臭いしでも今全然顔に当たっても何とも思わないし、むしろ当たりたい、めっちゃいいです。
このマーク X だいたい10年ぐらい前の車なんですけど、本当にもう経年車こそ絶対やった方がいいです。こんなに変わるのでおすすめです。はい、ということで基本のお掃除はこちらで終了ですよね。はい、はい、でこの後オプションもあるんですよね。はい、そうですね。はい、オプションとしてご用意しているのが、防カビコーティング、はい、カビの発生を抑制するよっていう防カビコーティングのオプションと、はい、あとは車内消臭というオプションがございますので、はいはい、またそこ詳しいところは宇佐美設計様に確認していただけたらと思っております。はい、分かりました。前回クラウンやっていただいた時に防カビコーティングしていただいて、 そちらの方で詳しくやり方とかも挙げてますので、そちらも皆さんよろしければチェックよろしくお願いします。今日施工していただいた流山街道の宇佐美さんの方は概要欄に URL 載せておきますので、気になった方そちらの方チェックよろしくお願いします。